いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします大谷翔平の爆音アーチにバックネット裏ファン口アングリファンも驚愕やばすぎアンビリーバブルドジャースの大谷翔平選手が一番指名打者で先発出場したこの試合大谷が衝撃的な打球音と共に打った特大ホームランを間近で見たバックネット裏の現地観客の ももはやおなじみともいえるリアクションが話題になった古巣エンゼルス戦の2戦目第2打席で今季2度目自己最長タイの3戦連発とする23号本塁打を放った大谷あまりに大きい打球音とその飛距離にドジャースタジアムのバックネット裏から観戦していたファンは驚き口を大きく開け揃って同じような表情になっていたまた日本のファンからもこの衝撃の一打にヤバすぎライフルみたいな音 ボール壊れそほんと気持ちいい音だね打球音でホームランだと分かる数少ない選手と感服の声が多数上がったこの試合を中継した地元放送局スポーツネットロサンゼルスそしてクルスエンゼルスの地元放送局バリースポーツウェストの実況でも「大谷の一発は音が違う」と表現していたこの一打で大谷は自己最長を更新する7試合連続打点を記録 44本塁打で本塁打王に輝いた昨季を上回る年間47本塁打ペースとしている不調時はゴロが多く打球が上がらないことを案ずるファンやアンチ解説者もいたがあっという間に不審も脱出した強速超長距離の打球が上がるようになったこの6月大谷のバットがさらに多くの観客を驚かせるはずだ最後までご覧いただきありがとうございます。もし よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。